米だ。どうもー、バーベキュー松の香りの今夜も1コメだー。はい、ということでカオタンこと SK48 出身名研究生の松の香りでーす。はい、やばい、前髪がうるさい。はい、今日はなんとブブカさんの取材でした。イエーイ。はい、念願のブブカさんの取材です。なんで松村のところにブブカさんは来てくれなかったのか、今日答えを聞くことができました。まあでもね、その答えはもしかしたら記事の内容にもなってるかもしれないのでちょっと言えないんですけども、いやー、ほんといろんなお話を今日はさせていただきました。なんかね、あんまり言えないような話もしましたよ。はい、あとね、そう、この8月号のブブカさんに私載せていただいていて、てっぺいさんとのね、話す機会のやつ、話すところで、まあ、私の名前を出してくれていて、本当に受ける。もし俺が運営で本当にカオタンをおとなしくさせたいと思ったらめっちゃいい待遇にして牙を抜きますね。美味しい飯食わせていいポジションで歌わせてだって。マジウケる、すごいですね。いやー、ありがたいことですね、本当に。ありがたやですよ。ありがとう、てっぺいさん。そして、ズブカさんは7月31日に発売になりまーす。皆さん買ってください。そして、髪の毛を心配されましたよ、ブブカさんにも。あとね、その高須クリニックに行ってるとこの取材をしたいって言われました。いや、ぜひぜひ。してほしいですね、本当。なんか私びっくりしたのが、なんだっけな、並木さんが、並木さんね、ゾンビーの並木さんなんです。並木さんがあの脱毛の仕事を言ってるらしくて、こうだからこの隣に、この脱毛の隣に私もこの発毛の記事を書くという、この面白いね、面白いですよね、本当に。いや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 、本当、皆さん呼びました？読んでくれましたか？皆さん、ほんと、ブブカさん見てくださいね。今日は S 公演の千秋楽に私の取材の後に行ったみたいですよ、サミュエル編集長と並木さんは。うん、いや、ほんと素敵な記事にしてくれると思います。しかも、なんか噂によるとカラーページということなので、ありがたやですね。今ね、ググタス見てる。ググタス、タス、ググタス、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 タス。あれ？並木さん、私サークルに入れてないのかな？なんでだ、なみき、あ、入れてるよな。
並木さんの方のやつにもですね、私の写真載ってますので、よかったら見てください。お願いします。並木さんはね、からの SKE 太田ですね。今日話をしていて非常に思いました。で、最初動画出てくださいって言ったら、なんか動画はちょっとって言われちゃいましたね。そう、なんでやねんってなるけど、よいしょ。まあそんなこんなでグダグダだったんですけども、はい、皆さんブブカさん買ってください。そしてこの後あのグーグルは載せられてなかったので、載せるので、そちらも楽しみに待っててくださいね。バイバーイ、おやすみなさーい。チュチュ、前髪薄い、前髪ウィッグいいやつが欲しい、探し中。バイバイ、おやすみなさい。